バリーボーンズの存在っていうのは。すごいんですよ。うん、バッティング理論。っていうのがすごくて。かっけー。ー <laughs> <laughs> さんが僕もうめちゃくちゃ嫌だった。槙原チャンネルやばいよこれ。はい、いやいや、<laughs> うん、いやいや。というわけで、次回も新庄さんにお話を伺います。ぜひ、はい、チャンネル登録と、そして高評価、よろしくお願いいたします。お願、はいします。お願いします。いますはい。 あいますまたセクハラだなんで今切ったんですかいやあのね何回もやらなきゃいけないから編集展を作りたいんだって<ー>、うん、なるほどで彼が編集するんだけどはい、はい、やっぱ編集が楽だからじゃないかでもだって新庄はちゃんとやってやりだしたらコラボもつくからいやいやあのね僕光くん

一応回してるんでしょ。はい、今の話も欲しいもんね。え、特産 T.V. 僕、ね、あのマ<あ>原さん、野球の技術的なことを今まで話したことないんですよ。はいはいはい。で特産 T.V. で真剣にちょっとまあ、まあ、ちょっとですけど教えて、あ心情のあの守備の動きを聞けたっていうので多分伸びたと思うんですよね。あ、いやもうでもそうだと思う。でも。はい あの特産 T.V. も結構その野球界の人もすごく出るんだよね。うん、そうなんですか。<ー>でもはい、はい、まあでも今そうするとそういうところでみんな見て、はい、なるほどってジャンプして取るあの取り方もなんかそういうことも言ったわけ。もう全部言いました。全部というかあの僕の脳って守備に関しては多分誰よりも負けない脳を持っていると思うんですよ。はい。本当に、はい、バッティングは あんんまり興味なかったんですよ、ね、守<備>もう守備に関してはもう勉強しまくってしまくってそれを自分で実践して練習して試合でやってあの守備が生まれたっていうなるほどでも、はい、守備も、はい、取ることと投げることもあるじゃない自分としてはどっち指す方とあの牧原さん取る投げるは、うん、1>, 1年目の時点で もう僕にとっってはももううどうででよかったお<う>できるんとにかくチームピッチャーを助けるためにどうレフトとライトを僕の指示で動かせるかっていうあとはファールゾーンの、うん、例えば槙原さんが投げてて左バッターでツーストライクを追い込んでちょこんとカットしにいくでしょこんとカットした ファールのボールをレフトにいかに取らせるかっていうと僕それが僕のファインプレーだったんですよ。は<ー>はい、だからそれぐらいもうちょっと深いというか深いね人には分からないプレーを日本ハム時代とか飛距離とかみんな集まってさ膝こう足ついてこうやって3人で集まってんじゃん、はい、はい あそこのときにはあ俺たちかっこいいよなっていう話をしてるんじゃなくて、はい、次ちょっとお前向こうを守れよとかそういう話してるのあの時は昨日前あのカラオケで EXILE の声出てなかったねとか <laughs> <laughs> そのときにはもうそっちの境地になってたう <laughs> あもうああ、まあ、気持ちよく楽にさせてた方でしたでもあれもアメリカンナイズだよね向こうでやってるのを えー、新庄が持ち込んできて、はい、今も完全に日本の球界もちょっとねちょうどピッチャー交代の時なんか集まるじゃないあれも,も完全に新庄のお土産だよねあれねあのこう帽子をあのグラブをこうね、はい、帽子こうのっけたりとかで飛距離はしてくれそうなんですけどあの、うん、稲葉君はちょっと真面目だったんで、うん、してくれるかどうか分かんないけど<ー>させてたみたいなで僕がちょっと,俺,と俺の指示に従ってみ、うん、ゴールデングラブ賞取れるかなって うん、ね、タイトルわかります。うん。あ、だから、ね、稲葉監督も、その指示に従って。やって。今回金メダルも取りましたしね。そうですね。嬉しかったです。え、あの、どうでした今回オリンピックだとか、そういうのはやっぱ見る。見てましたね。ああ。はい。もう、やっぱり、まあ、一緒にやった稲葉君もやってたから、監督だから。あとは、こう、今の日本の野球のレベル。の高さっていうのを、やっぱり。 メジャーのレベルと比べようとしてますね僕ははいやっぱりまだまだ全然まだまだまあ2000年の頃のまたあのー、感覚も自分に残ってるから、はい、俺が体験したメジャーはこんなもんじゃねえよっていうあのやっぱりこれもよく言うんですけどバリー・ボンズの存在っていうのはあ,うあのー、桁が。 外れてるといいううか、もすすごいんですよいやいやあいつのバッティング理論っていうのがすごくて「おい新庄バッティング教えてあるわ」と「うん、バリーが教えてくれる」うん、もう通訳つけて「はいはい、お前何でバットを短く持っあ長く持ってんだと」と、はいね「野球というスポーツは点と点で、うん、あここの点と点のが芯に当てることが大事だと」と、はい、ね バットを短く持って釘を打つのと長く持って打つのどっちが簡単なんだと、うん、ああそれは短く持って、はい、打つこと簡単だろうってお前明日から短く持ってたえそれボンズは持ってんの短く 2>, 2本半開けてるんですよ王さんもそうだよね、はい、王さんも開けてるんだよねちょっとね あそうなんですよ昔のいいバッターというのは開けて中島さ,さんもちょっと開けたりしてるはい本当に簡単なんですよ、はい、あとはバリー・ボンズのこう打席、うん、バリー打席でどういうイメージで立ってんのお<う>いい質問だな立った瞬間に俺は野球場を1個もう1個作るんだと<う> 2>, 2個目の「 スタンドに入れるリラックスしてリラックスしないと入らないからリラックスしてバンと打つそしたらインコースの球詰まっても1個目に入るだろう <laughs> かっけえみたいなあ行ってみたいねそれ行 <laughs> ってみたいすげえだからあいつバッとへし折れても中段に刺さってたんですよう あれ、あの時まだキャンドルスティックですか、はい、もうちゃんと新しい球場ですから、2000年の時はもう新しい。え、2000年とはシェイタギアのああシ,ェあのシェイじゃねえや、やサ,ンンサンフランシスコ行った時は新しい球場も変わってたんですよね。いや、どうですかね、あの、スプラッシュホームランが出てる、あ、あります、あります。あれがそうだったんですね、ちょっと前に、その、キャンドルスティックって,ってそうなんですけどあの、あんま分かってないです。サンンフランシスコに あってその球場じゃないんだよねはい、はい、2000年の時はもうそっちになってるわけな,なってましたねじゃあじゃあ、はい、彼が2個目のイメージしたとこっていうのは完全にあの川の,のっっ奥じゃ <laughs> さらに奥ですへえー、すげえだからやっぱ大事じゃないですか <laughs>、まあ、気持ちっていうのはうイメージがやっぱりお二人初めて対戦されたのっていつだか覚えていらっしゃいますか初めてていいや俺俺ね俺と新条は覚えてないけど 俺は巨人戦で高田からレフト前打ったでしょ1打席目だよね一打席目だよね僕の2年目なんですよ2年目の1打席目でしょ初打席だからはいめっちゃいい当たりのセンター前ですめっちゃ細いやつが出てきてバチャーンと振ってレフト前にすんごい当たり打ったのよあこいつ出てくるなと思ったあの時佐々木恭介さんがバッティングコーチで、はい、おい新庄若,若いやつにはまっすぐインコースまっすぐ来るから それを狙いって言われて嫌です変化球狙ったカーブ狙いますあんな甘いしなこらじゃあ打ってみで初球かなんかこうスローカーブがいて高打だから、はい、スローカーブなのよドロンベロンチョカーブって言われてそ,それをンバーンってセンター前にあっすごいあの細いんだよその当時まあ今も細かったけど、はい、めちゃくちゃ細かったけど はあ、こういう選手いるんだと思った、ね、細かったんですけど僕の親父植木屋造園業をやってて、うん、はさ、い、みとか椅子とか持たされて僕握力88あったんですよだ筋肉質なんですパワーはね細かったんですけどあったんですよねでも巨人戦に対してのもう巨人戦さえ活躍できたらいいってぐらいの気持ちででも東京ドームで打席に入ります、うん 僕ストライク、ツーストライクまであんま打たなかったんですよ、はいはい、テレビに映りたくて、<laughs> だから打席で1か目、2か目、3か目をランプついてるのを意識しながら、<laughs> だから試合前、あの鏡の前で、これスタイルいいかなとか、そういうのを考えてましたもうだからね、この年に生まれた元木もそういうところがあるんだよね。 もうね大体のカメラの位置を全部覚えててでこうとか言うタイプなのだからちょっと共通点あんのかもしれないね,ね憧れだったのかもしれないそのテレビに映ってどうやってこう皆さんを魅了するとか、うん、そういう意識にすげえたけてた頃だからテレビ全盛期にこうだんだんなってくる頃だったか,からちょっとね2人共通点をちょっと感じる今の話聞いて。巻原さんだからもうね9で もうトップレベルのピッチャーに対して打ちたいっていう気持ちがものすごく強かったんです、昔から。だから、巨人戦はまあ結構、どうだ桑田さんとか槙原さん斎藤,藤さんが僕、めちゃくちゃ嫌だった <laughs> 監督にも試合出たくないってよく言ってましたそうだよだから、斎、はい、藤は阪神戦に行かせてくれっていって彼が言ってるんじゃないよ。 彼が言ってんじゃないけど、斎藤、はい、は全部阪神戦に行くんだよあ、そうだったんすか、うん、で俺は阪神戦のローテーションなのに、はい、広島戦に俺が回されるなるほどあったなはいはいはいならもう、なんかしょうがねえよねでも向こうの方が勝ち募集多いんだから、はい、あの巨人以外でもプロ入りを対戦してみて、はい、この人はすごいと思った投手三名挙げるとしたら まず1人目は遠山さん初めて紅白戦で対戦して遠山さんだったんですよ、うん、ポイントめちゃくちゃ前にして打ったつもりなんですけど詰まって<ー>うわこれがプロの球なんだっていうそんなにスピードはないんだよね遠山ねないんですよ出床がこう見えづらいというかはい 2> かで。2人目はもちろん負け上が <laughs> いやいやいやもう打たれてんだよ俺はあの <laughs> いやいや54番の時めちゃくちゃ速かったじゃないですかあまあそうです、ね、あの時牧原さんが146キロとか7キロを投げてたと思うんですけど、うん、あの時の牧原さんのボールで今のスピードガンで測ったら158キロぐらいになってます今スピードが速くないですか、えー、俺も速いと思うね、うん 俺、タンの数字見てても、いや、牧原さんのが全然早いよって、思いながら見てますもんね。ああ嬉しい話だね、はあ、これはね。今日はちょっと、持ってくれてますね。<laughs> い,やいやいや、これは本当に。<laughs> はい、ありがとうございます。でじゃあ、一番はこれね、プレア級じゃやっぱないですね。おお、どうしたメジャーの。お<う>で、ランディ・ジョーソン。 ランディなぁちょっとプロ野球じゃないんですけどあの申し訳ないんですけどランディ・ジョンソンのイメージがもう僕その時メッツで初めて4番を打たしてもらった時の相手ピッチャーがランディだったんですよもう最悪、うん、4打数0ロ打3三振うわ、んうん、るあの当時ランディもうとんでもないもんランディかペドロ、うん ペドロマルジネスすごかったですね。もう松井が最後ペドロを打って。あの。っていうなイメージあるんですけど、はい、も、とんでもないピッチャーだったんです。はい、この二人名前いた人はね。まあ、このうちのチャンネルは結構年配の人が。はい、あの、皆さん見てるのも多いんで。はいはい、うんうんって言ってると思う。はい、そりゃ打てんだろうと思うね。クレメンスも。一人いた。クレメンスは。誰。クレメンス僕は。まあ、う、打た、ね、打ってんの。はい クスからおいで小松さん中日の松尾さんはちょっと槙原さんに似たストレートのこの下からーんと浮き上がってくるようなイメージはありましたね小松さんは初めのもう僕らの頃はちょっともう内転筋やってて新庄の時にも多分内転筋やってて後半に段部力入れてくるってタイプでその前もっと早かったんでしょ早かったの はあ、ビュッビュッときてて、はあ、で途中からその力入れだしたら、はあ、やっぱりちょっと足のほうもあんだなと思んあ小松さんすごいピッチャーは今名前を挙げた、うん、あ大先輩なんですけど嫌なピッチャーは渡辺俊介君<ー>なんでそんなとこから投げるのもう <laughs> 手す <laughs> ってないんでここが気になって。うん うん、仕方なかった <laughs> あ,とあと2軍から1軍に上がってきて、うん、マウンドに立ってるピッチャーを見た時に僕が打ったら家族大丈夫なのかなとかをよく気にしてましたねだからわざとのように三振してた時もよくあありまました、あのーまあ、そうなんですよ、はい、だから僕らも思うんですよ。 家族とか向こうに子どもたちを知っちゃうとかやっぱこう同じ巨人とか阪神とかで,で、ね、プライベートで会って飯とか食っちゃうとやっぱりインコース行けなくなっちゃうし、うん、やっぱりそうなんですね、うん、行きづらくなると思うんだよだから、はい、今やっぱりそのゼジャパンだとかうん、うん、ああいうのもみんな合宿でみんなトッ,プトップの選手たちが合宿するから、はい、意外にインコースとか行かないから乱闘にならないでしょ。 やっぱり牧原さんバッターとしてはインコース来られたらめちゃくちゃ嫌なんですよ。ああで最近の野球見てたらインコースに2球、3球いかないじゃないですか、はい、行ってほしいなってよよく思いますそれとやっぱり今ね、ね防具をつけるんですよ。うん ここにいろいろとつけるからインコース行ってもあんまり効かなくなってくると下手したら避けないやつがいるわけるでユニフォームダブダブなやつ着てスッとスッとデッドボールになっちゃうから、はいはい、だからその俺らが見てた頃の野球、うん、もう生身で戦ってる新庄たちが、はいはい、俺が命かけて割タたボクサ立ってるインコースゼめと、はい、今のやつら着なさいよ当たって損するのはあんたですよって槙原さん僕に当てたことありますないでしょ。 え覚えてます。<laughs> ないよ。俺もない。いや、俺デッドボールをほとんどぶつけないから。ないんですか。ないよ。ないということにしておきましょう。はい、大変お話盛り上がっておりますけれども、はい、次回も新庄さんにお話を伺います。はい、是非チャンネル登録とそして高評価よろしくお願いいたします。お願、はいします。お願いします。